作戦の部下はということで、今回はゴッツ祭り、ゴッツストラップ SV950 地金プラス24金メッキ3万円くらいを紹介したいと思います。サックスのミキです。ここにね、もう書いてるの全部言っちゃいましたけども、今回はですね、超恐ろしい、このゴッツのストラップですね。まあ、前回のね、動画でゴッツ祭りということで、たまたまですね、ちょっとゴッツのフェアがありまして、そこで社長の後藤さんとお会いしました。もうばったりね、偶然あったんですけれども、それでその時にちょっと試走してくださいよということで、この恐ろしいストラップをね、ちょっとお借りしてきました。前回はライアースクリューをね、出したと思います。今回ね、僕、このストラップのシリーズ、これ第2弾なんですよ。で、第1弾は、ここがですね、SV950 純度 95% のアクセサリーとかで使う純度のね、銀でできたストラップっていうのを過去に吹きました。その動画も出してると思います。で、今回はそれがグレードアップしまして、地金がですね SV950 なんですね。それで24金メッキをしてるという、もうどう考えてもすごいんですけど、まあ、どれぐらいすごいかっていうのを体感していただけたら嬉しいと思います。で、僕が今使ってるストラップは自称ね、魔改造って言って、魔改造ストラップって言ってるんですけど、バードストラップにですね、このフックの部分だけゴッツの SV950 のフックをつけてるという、こうちょっとガッチャンコさせてます。それとね、ちょっと聞き比べしていただこうと思います。では早速ですね、このバードストラッププラス SV950 魔改造の方を吹きます。ストラップとかセッティングに興味ある方はぜひ見ていてください。ずっと使ってるんですけどね、これはすごく吹きやすいストラップです。じゃあ次はですね、この恐ろしいというのを吹いてよかったらね、ちょっと買うしかなくなっちゃうんでね、それが恐ろしいところなんですけど、このゴッツのね、ストラップ、ストラップで3万円というのもちょっともうなんかすごい時代やなっていう感想ですね。まあ、ブレステイキングが今までだったら2万5000とかでしたっけね。ちょっと細かい値段わかんないですけど、それぐらいのね、値段がしますね。まあ、それを上回るものになりますね。で、この首に当たるところがすごいシンプルで、紐とかもすごくシンプル。もう全体的にすごくシンプルな作りで、とにかくこの SV950 のこのパーツがすごい。ではこれをちょっと吹いてみます。まあすごくないですか。僕はもうなんていうかね、こう、まあちょっとありえないですね、ストラップでこんだけ変わるというのがね。まず首はですね、シンプルな感じで、まあちょっとギュッてね、なるんですけど、音の抜けがめちゃくちゃいいですね。まあ大体なんかこういうのね、パーツとかいろいろ変えると上の抜けがめっちゃ良くなるんですけど、これも同じような感じですね。マウスピースとかリガチャとかそういうのを変えた時と同等かそれ以上のですね、まあ音に厚みが増す感じですね。ちょっと上の高音の伸びの凄さにちょっと正直圧倒されました。すごいとしか言いようがない。下の方のこのサブトーンの分厚さ、
あと上の方のこのフラジオの分厚さ、で中音域の音のスムーズさっていう感じで、まあ全体的にねすごいですね。まあこれはちょっとすごいですね。まあほんまにねすごいやつ吹いた時でもすごいしか言えないんですけど、まあ圧倒的に変わりました。びっくりしました。でこれがですねなんと3万円するということで、まあちょっと恐ろしい話なんですけど、ストラップでね悩んでる方ぜひこれ吹いてみてもいいと思います。まあ首のねちょっと締め付けっていうのは正直ちょっと気になるんですけど、でも締め付けられて音が細くなるってことはないですね。そういう感じはないんですけど、とにかくバードストラップとは全然違うそのコンセプトでできてるストラップですから、まあ興味ある方はねぜひ手に取ってみてください。ということで今回はですねゴッツ祭りね第2弾ということでゴッツのストラップを紹介しました。 SV950 が地金で24金メッキしてるこのパーツがねついてる恐ろしいものですね。で値段が3万円ぐらいって言ってました。ちょっと細かい値段は確認できてないですけど、大体3万円ぐらいらしいです。はい、ということでまたこういう動画ね出していきたいと思いますので、皆さんまた楽しみにしておいてください。もう一個ね後藤さんからですね試供品でいただいたものもありますので、それをまた紹介したいと思います。楽しみにしておいてください。作戦のI'm going to go to the next one.